こんにちは、ガチンコマッチクラブをご覧の皆様、メタボ47の久保でございます。私のね、体重が今ね、85キロなんですよね。一時期は83キロ台行ったり、気を許すと86キロを超えたりとかしたんですけども、一応87キロにはもう当分ならなくなりました。で、今日測ったら 85.5 キロということなんですけども、身長180センチです。で、基礎代謝がね、私ね、3000キロカロリーぐらいなんですよね、実は。ものすごい筋肉量で、すごく代謝がいいというふうに、ジムの方にはね、言われたんですよね。ただこれもあの4年も前のことです。いまだに3000キロカロリーあるかどうかは分かりません。まあですからね、標準的に2000キロカロリーを切るぐらい、下回るぐらいと思ってもいいのかなと思いますけども、単純に身長と体重見てください。身長180センチ、体重が85キロですよ。肥満体型とは言えないような気がします。でもね、肥満体型だそうなんですよ、これでも。で、どのぐらいが理想の体重なのかと言いますと、74キロです。10キロは減量してくださいっていうことなんですよね。贅肉がお腹周りについてるということなんですよ。これは健康診断での報告であり、そしてこれはね、2年間続いて同じなんですよ。で、このまま放置しておくと何が起きるかっていうと、私にはね、成人病、高血圧、それから糖尿病の予備軍となるリスクがあるということなんですよね。予備軍となるリスクがあるっていうんで、ずいぶん遠いような気がしますけども、でもね、びっくりしますよね。もうイエローカードが2枚出されて、次はレッドカードだよっていう状態の一歩前、イエローカードが1枚出された状態です。余裕があるとは言えませんので、私はガチンコマッチョクラブで自分なりにね、減量していこうかと思います。健康的に筋肉をつけてね。で、ここで悲劇が起きました。実はね、私ね、減量に失敗してるんですよ。2、3日前に測ったら86キロあったんですよね。これはいけんなと思いまして、真面目にね、筋トレとプロテインを組み合わせてやっていこうと思います。今まで以上に。で、筋トレに関しては、限界まで、トレーニングをね、無酸素トレーニングをしていこうかなと思います。朝昼晩に分けて合計で1時間ぐらい、20分、20分、20分みたいな感じで。そしてその筋トレの2時間ほど前に炭水化物を摂取してね、おにぎりとかスパゲティとか食べて、で、炭水化物によって、体内のなんですかね、筋肉を燃焼する効果をね、ちょっと高めていこうかなと思うわけなんですよね。まあ他にもいろいろと言い方はあるんですけども、ちょっと私の下手な説明でしたらこのぐらいが限界でございます。とにかく炭水化物は抜くんではなくて適量食べる。で、糖質は抑えるんだけども、脂質とかね、それから肝心なのはタンパク質をね、取っていくってことなのかなというふうに思っております。ミスター M さんからメッセージをいただきました。動画を拝見させていただきました。基本的にプロテインバーやパンやパンケーキにつけるプロテインスプレッドなどは糖質控えめになっておりますが、食べ過ぎると太る原因になるかと思います。そうですね、久保さんが分析されたように運動との伴足をうまく取る必要があると思います。私はね、食事の後にはもう運動するようにします。2時間ぐらい、1時間とかね、2時間してからね、しっかりと、まあでも長い時間はできません。もうしっかりと追い込むことで20分とか30分、まあ20分ですね、20分で終われるような体操を1日に3分しようと思います。その代わりね、今日もあったんですけど、汗ダラダラですよ。プランクってのをしばらくお届けしましたけども、プランク以上のものをそこでやることになります。どんと濃いですよね。はい、それでね、食事面なんですけども、炭水化物に関しては運動前と運動後にのみ運動量に合わせてとって、それ以外は基本タンパク質のみを取る食事にした方がいいんじゃないかなということだったんで、そういうふうにいたします。本日の報告が以上ですけども、いや、私がね、糖尿病予備軍の予備軍になるということなんで、多分糖尿病予備軍っていう方はね、結構多いんじゃないかなと思います。私はこの筋肉量もありますからね、実はね、筋肉ちょっと見てみます。ちょっと下下げて、こんな感じですね。どうですかね。なかなかネットビジネスをやりながらね、 YouTuber でこんなに筋肉があるやついないかなと思うんですけど、まだまだ足りません。全然足りません。47の肉体はもうちょっとね、分厚い筋肉で守らねばなりませんので、まだまだ頑張っていきます。皆さんもよろしくお願いします。